皆様おはようございます。なんか娘っちがさ、まだ寝てるんですけど、なんか寝てるんだけどブギャーって言ったりガチで泣いたりして起きるんだけど寝てるんだよ。それを繰り返して目覚めました。娘時計です。ということで今日はお化粧しながらやっていこうと思います。一応ね、ミルクも起こされたと思ってもミルク作ってきたんですよ、下で。もうそろそろ本起きするかなってところなんですけど、じゃあロッシュポーゼー。やばい、体起きせー。そう、やっぱ3時間おきに起きるんで、起きたらミルクおむつ替えして寝かしてあやしつけて、で私も寝る。もう繰り返して8時になりました。やばくない？もうなんかその日はすごい疲れが、日頃の疲れが超溜まってたらみたいで、もう全然起きれなくて、あやしてる時、寝かしつけてる時も、もう自分がこうなりながら、はい、ということでメイクが完成しました。まだ寝てないけど、間に赤ちゃんのおむつとミルクをあげる時間があって、かなり時間がかかっちゃったんですけど、無事に終わりました。ということで着替えて、一回ねミルクがないのでミルクの買い出しを行ってきたいと思います。はい、ということでもうね泣いちゃってるのでちょっと急ぎます。ごめんね、ヘビちゃん。お散歩というか買い出し行っていきたいと思います。レッツゴー。 ごめんね。はいはいはい、ただいま帰りました。ご機嫌です。なんかね、お散歩行くとちょっとご機嫌になるんですよね。ねはい、ということでね、手洗いましょう。綿棒を買いました。はいはい、知ってる？いやね、モンバブって言って、私の大好きな中里依紗ちゃんがめっちゃおすすめって言ってたので、これを買った。1個ね、何個入ってんの？6個入りで900円ぐらいね、割とするなと思ってたんですけど、ただこれお風呂の中でパックするやつ。あ、これだ、ミルク簡単パック。粉をこの紙の中に入れて取っておくと、そのまますぐにミルクできるってやつ。良くない？ミルクストッカーっていうのがおすすめってリスナーさんにアドバイスいただいて、それを買おうと思ったんだけどちょっとなくて、このビニールのやつがあったから、これでいいじゃんと思って、早速今日の夜からやってみたいと思います。昨日の作った鍋食べます。残してやる。これもうね、寒いから本当に鍋がいいよね。基本鍋。ちょっとまたね、血糖値がまた、血圧がまた上がっちゃって、今日朝上がったら137だったんですよ。140でもう緊急帝王切開だったんですけど、137。ちょっとね、やっぱ育児してると自分に余裕がないのか、結構イライラしちゃうことが多くて、まあ今日も薬飲んで、ちょっと朝ごはん何も食べてないんで、ちょっとこの残りの鍋を食べて薬飲みたいと思います。なんかアサギーニョちゃんがこれが好きって言ったので真似した。やばい、めちゃくちゃいっぱいになっちゃった。お皿間違えた。はい、ということで、おかえりおかえり娘っち。手が冷たいね、寒かった？どう、やっぱりお散歩好き？いた。よいしょ。おしっこ大丈夫？なんかしてる気がするね。変えようか。どれだ、見える？このお尻温め器の、お尻温め器が燃えてるから、
よいしょ。おしっこいっぱいしたね。ちょっとごめんなさい。私の手が冷たいかも。ごめんね。よいしょよいしょ。今日はお嬢様のミルクを新しく買いましたので、またたくさんいっぱい飲んでください。では、いただきます。いただきます。ちょっとご飯は炊くのめんどいからなし。よいしょ。膝の上に来たのかな。どうしたの？うん。鼻汚いな。違う。お腹すいたんだ。ちょっとお腹すいたのでミルク作ってきます。ね、ちょっと寂しくなっちゃったね。うんうん。ちょっと待ってて。よいしょ。お嬢様、お待たせしました。お待たせ。ごめんね。よいしょ、よいしょ、よっ、くるせい。はい。お腹空いてたのか。私もお腹空いた。はい、ということで皆さん、本日も最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、そして各 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。さあ、娘っちゃん寝てくれるのでしょうか。なかなかね、寝てくれず3時間おきに起きる娘っちですか、皆様が頑張っているので、私も家事育児編集撮影頑張っていきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。